この4月から国際交流員として新たに松阪市にやってきたアメリカ・カリフォルニア州出身のタウン・ゼンド・ノアライアンさんが竹上市長のもとを表敬訪問しました。国際交流員 CIR は語学指導や異文化交流などを目的に、海外の青年が都道府県や市町村の職員として配置され活動しています。 今回、松坂市にやってきたのは、アメリカ・カリフォルニア州出身のタウン・ゼンド・ノア・ライアンさん、23歳です。ノアさんに日本に興味を持った理由を聞くと、大学時代のクラスメイトに日本人がいて、お互いの文化や料理について話をしたことがきっかけだそうです。ノアさんに得意なことを聞くと、料理とのこと。 特に揚げ出し豆腐が得意だそうです松坂で暮らす中でもっと日本の料理について知りたいと話していました竹上市長は地域の人たちとも積極的に話をして早く仲良くなって松坂市での活動を頑張ってくださいなどと話していましたノアさんの不妊期間は来年4月8日までで最大5年まで延長できます

私は多分知らないことばかりですけど、早く皆さんの力となり、えっと一人として頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。